平成27年10月31日に平泉毛通寺に撮影に行きました。毛通寺は平泉駅から徒歩15分のところにあります。毛通寺は850年に慈覚大師円仁が開山し、藤原氏2代元平から3代秀平の時代に伽藍を造営しました。雅な浄土世界を彷彿させる見事な浄土庭園は世界遺産に登録されています。大伽藍が並んだ王子を想像するのも楽しいものです。本堂は毛通寺一山の本坊で、本尊薬師如来、日光、月光、両菩薩とともに安置されています。大泉ヶ池、竹山を背景に仏堂の前に増築された庭園で、池には南大門から中之島円龍寺へと続く2つの橋が架けられていました。浄土庭園は東西約180メートル、南北90メートルの大泉ヶ池を中心に、池は海を表現していて、須浜、荒磯、竹山など海浜の景色を配されています。平安時代に書かれた日本最古の庭園書作庭記に基づき作られた学術的にも貴重な庭園です。出島と地中立石、磯浜の風情を表現しており、飛島には約 2.5 メートルの立石が据えられています。須浜は海岸の砂浜を表現しており、柔らかい曲線で入り江を形作っています。開山堂は毛通寺、開山の祖慈覚大師をお祭りするお堂で、大日如来と藤原三代の画像が安置されています。葛生寺跡、藤原氏2代3代で完成された御堂で、本尊は薬師如来が安置されていました。講堂は仏法を説き仏法を開く道社です。今度円龍寺跡、元平が万法を尽くして建立した直眼寺で、本堂は運慶作の上禄の薬師如来がありました。槍水は山水を池に取り入れるための水路で、谷川を流れ下り、さらに蛇行しながらゆったりと平野を流れる川を表現しています。曲水の縁、庭園の槍水に杯を浮かべ、流水に合わせて和歌を詠む平安時代の遊びを再現したものです。毛通寺には今まで何回も見学しましたが、浄土庭園という意味がわからなかったが、今回やっと理解できたような気がしました。浄光堂は1732年に再建された建物で、本尊は宝冠阿弥陀如来です。
大華堂跡は上皇三昧、法華三昧という天台宗の修行の道場です。